海道の皆さん、お待たせしました。精一杯やります。えいっ、かっこいい。ワンマンツアー北海道編、ありがとうございました。今回は前回延期になってしまったワンマンツアーの振り返公演でもあるわけなんですけれども、前回来れなかった分、なんかより一層北海道でワンマンできる喜びというか、なんかまあどこももちろん楽しいし嬉しいしありがたいしハッピーなんですけど、なんか改めて当たり前じゃないというかね、みんな待っててくれたんやなっていうのが伝わって本当に嬉しかったです。こちらも本当に楽しかったです。ありがとうございました。また戻ってきます。ココナッツジェラート、東京へ。今から東京に行きます。東京でオフの旅。
仙台に向かうぞ。イエーイ。ゴーゴー。はい、仙台に着いてお風呂に入って寝る寸前です。今日は水戸の皆さんありがとうございました。なかなか距離が近くてね、めっちゃ目が合いましたね。楽しかったです。明日の仙台公演に向けて早く寝たいと思います。待ってろ仙台、おやすみなさい。いや、みんなで言えば大丈夫。あ、もう負けへんように。ちょ、収めてきた。あ、なった。じゃあ、昨日の感じで、はい、いい感じで、はい、はい、よいしょ。キートラケイツはクラストライター牛タンでーす。でーす。仙台どうでしたか？ちょっとこれはダメ。酔っ払ってるからね。いや、いい、いいですよ。うさぎ屋さんの、という居酒屋さんに行きまして、うん、牛タンめちゃくちゃ美味しかった。ちょっとあかんって、本当にダメ。そう、本当に待って、これちょっと本当にお箱、お箱入り。お蔵入り、お蔵入りか、間違えた。お箱入り。お手伝いを希望されるお客様、赤ちゃん連れのお客様、妊娠中のお客様。